アー玉杯に花を受けては佐藤孝六による小説、またそれを原作とした映画。題名は旧制第一高等学校の寮家アー玉杯にちなむ。東風寺の少年青木千さんが金持ちの少年劉光一との交流や様々な経験を通じて成長を遂げ第一高等学校に進学するまでを描いた作品。雑誌。 少年クラブ1927年5月号から1928年4月号に連載され、1928年4月に単行本が刊行された。埼玉県北足立郡浦和町を舞台としており、都市化が進行する以前の浦和の風景が描かれている。少年クラブは、大正末に起きた、挿絵画家、高畑歌唱の離脱事件によって、発行部数が激減していた。 講談者は、部数の落ち込みへの対策として、おさらぎ二郎や吉川英治といった、それまで大人向けの小説を書いていた作家に、少年向け小説を依頼した。ああ、玉杯に花を受けては、効力の少年少女史上での初の連載作品であり、少年クラブ編集長の加藤健一から、執筆依頼を受けた際には、俺に花垂れ小僧の読む小説を書けというのかと激怒。 したと伝えられている。その後、加藤の説得に応じて、本作品の連載を始め、読者層から好評を得ると、これ以降も少年少女向けの様々な作品を発表した。本作が連載された1年間の間に、発行部数は30万部から45万部へと跳ね上がり、少年クラブが絶頂期を迎える原動力の一つとなった。1929年には、 小沢徳特の監督で映画化された。浦和町に住む青木千さんは小学校時代は町一番の秀才だったが家が貧しいため進学することができず、おじの豆腐屋の手伝いをしている。一方、彼の同級生で勉強仲間だった竜光一や町役場の助役の子坂井和は浦和中学校に通っている。ちび校は 経済的に裕福で喧嘩の強い成番から街中で、しばしば侮辱を受けるが、小学校時代と変わらない態度で接する孔一の友情に助けられる。こうした中、チビ校の身を案じる孔一は、父の学士を受けて中学に進学する気はないかと提案するが、チビ校は、わがままと思うかもしれないが、それはできない。失敗したところで、誰の迷惑もかけない。僕は、 独力でやりたいんだと断る。これを聞いた高一は、己の不明を恥じて、彼の意思を尊重する。ちびこは、おじの豆腐屋の業績が上向いたことから、黙々先生の私塾、黙々塾に通うことを許される。そこで、第一高等学校に通う OB の安場五郎と、出会い、彼と同じ道を歩むことを希望するようになる。ちびこは、 黙々塾と浦和中との野球試合では、劣勢を覆して、勝利を収め、子供同士の構想、町内の学生を集めた、弁論会、成番の父の不正問題、高一の妹、文子の飛行など様々な経験をする。その後、ちびこは、努力が実を結んで高一と共に一高生となると、両家、アー玉杯を高らかに歌い、 改心した成番も1年遅れで一校へ進学し、努力の末に優秀な成績で大学へ進学したという後日談が語られて物語を得る。小沢徳次監督、東京シネマ商会の制作で映画化され、1929年4月10日より公開された。撮影は浦和町内で行われ、主な舞台となった浦和中学校の生徒がエキストラとして出演。 黙々塾のエピソードは元太にあった農家を借りて撮影が行われた。黙々塾と浦和中との野球試合のエピソードでは別所沼の近辺にあった野球場で撮影が行われ、浦中野球部がエキストラとして出演した。この作品は第二次世界大戦前の少年たちの間で支持を集めた。児童作家の山中久しは当時の青少年の心情を捉えた。 アジテーションとして優れた読み物、教育者の桑原三郎は小説を愛読し心が現れる思いをした。そういう気持ちの少年たちは日本中に何万何十万といたことでしょうと評している。野球を物語の軸の一つとして盛り込んでいることから日本におけるスポーツ文学の思想的な作品と評されている。また、精神の収容や国旗禁欲主義といった 伝統的価値観を反映していることから、1960年代以降に交流したスポコン作品への影響や、その担い手となったカジワラ一期の作品群との共通性も指摘されている。ありがとうございます。